上、岩見駅は、鳥取県日野郡日南町中岩宮座寺の前にある、西日本旅客鉄道白尾線の駅である。白尾線の駅の中で、最も標高が高いことから、日南高原の駅との相性を持つ。白尾線において最も南にある、米子支社管内の駅であり、隣の信号駅からは、岡山支社の管轄に変わる。ただし、当駅に停車する列車を呼び、 通過する特急については、米子支社側の乗務員が、新見駅まで運行を担当する。校内島式、短式の複合型に面3線のホームを持ち、行き違い及び退避が可能な地上駅で、駅舎はレストランと一体化している。2017年3月までは窓口で乗車券を発見する簡易宅駅となっていた。その駅舎は端式の一番乗り場側にあり、 島式の2.3番乗り場へは、湖泉橋で連絡しており、管理は、与那子駅が担当している。また、平日、土曜日の朝にある、信号始発の岡山方面行きの列車は、当駅まで一度改装される。上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場、3番乗り場は両方向の入線、発車に対応した上下副本線である。 2015年11月20日現在は、新位岡山方面域で特急の通過待ちを行う列車が使用する。2018年7月の集中豪雨により、米子方面からの電車は折り返し運転を行っていたが、8月1日から折り返し運転を廃止した。ありがとうございます。